あんなことがあったけど、初日に仕事ゲットできたのは良かったな。あの二人別れたんだ。そりゃそうだよね。この街でもこんなことやるんだ。楽しそう。今度は絶対勝ってやる。こういう建物はホラー映画で見たな。なし、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 もちろんなし。あっちはあんたの評価なんて気にしないだろうけどね。廃墟をバックに飲み明かさねえかとかやってたのかな。鉱山の道具って人殺しに使えそうなものばっかり。悪ガキどもの宴の跡か。ゾンビの癖して少しも怖くない。今夜予定の爆破、兄さんが止めてくれてよかった。イーサンを見つけるまでこれに乗って遊ぶのはお預け。ボロボロだ。何があったんだろう。この中に閉じ込められたらヤバいよね。いや、想像するのやめとくわ。アレックスから聞いてたのに止められなかった。俺は大バカ野郎だ。すごく心配してる。早く見つけなきゃ。しっかりしないと全部俺にかかってるんだから。不安を顔に出さないようにしてるんだ。頼りになるな。イーサンを助けたら私にも作ってくれるかな。ここで何が？落盤だよ。たくさんの人が死にかけた。でもジェドがみんな助けたんだ。それがジェドが英雄と呼ばれるゆえんだ。でタイフォンはここを閉鎖してジェドにあの店を与えた。ん？同じだ。ここを漫画のモデルにしたってこと？なるほど。この壁みたいのはあっちの方角ってことかな。見当たらないな。ここじゃ。これ見て。マジか。そっくりだ。漫画の主人公は地下にあるモンスターの巣を目指してるんだけど、この地下って行動が広がってる。入れないかな。漫画でもそう。だから主人公は別の道を探すのに見晴らし台を使ったみたいなんだけど。あれだ、イーサンはきっとあの小屋に行ったんだよ。すげえ。ああ、すごいな。ゲイブ、あの門を開けられるか。ああ。加工場を通り抜ける方法もあるんだけど閉まってるんだよな。調べてみよう。そうか、
イーサンはこの場所を漫画にしたんだ。近くのものを漫画と比較すれば何かわかるかもしれない。ここは任せて、漫画の手がかりを探そう。ここは通ってないはず。アレックスから聞いてたのに止められなかった。俺は大バカ野郎だ。何かあったら言ってくれ。E さんはここに入ってったの？この裏ってもしかして入り口？さあ、どうだろうな。開けよう。ああ。これも漫画にあった通り？電気つけてくるから、イーサンを探してくれ。さて、イーサンはどうやって反対側に出たんだろう。喜んでるかな、実現して。その二つなら当然赤でしょ。分かった、やってみる。ダメだ、つかない。お菓子とか何かいいもの入ってるかも。言えないか。ボロボロで不気味だな。私たちが中にいる間は絶対潰れないだよね。いきなり崩れたりはしなそうだね。あの子は上に行ったはず。イーサンはこの階段登ってったみたい。これだけボタンが並んでると押したくなるけど、押したら絶対やばいことになりそう。うん、なんか不吉だな。う、地面に寝る方がマシ。漫画にダニとの戦闘シーンはなかったよね。まで置きっぱなしになってるなんて。ずいぶんボロボロになっちゃって。
動かないみたいだね。イーサンが通ったのはここじゃないね。他を渡ってみる。このシャッターを開けずにイーサンはどこから出たんだろう。入らないよ。言われなくてもね。漫画と関係なし。今さら注意って言われてもね。漫画にはない。よし、あと少しだ。漫画にあったヘビみたいなやつ。Eさんはベルトコンベアに飛び乗ったってこと？うん。私は他の道を探そう。ベルトコンベアを伝って小屋まで渡ったみたい。マジか。これって離れて。うん、まさか手動だったなんてね。さすが廃墟だな。まだ使われてた頃から危険がいっぱいだったってことね。マジ安心。遅かったな。体が覚えてるってやつかね。余裕だった。さて次は。性能は見晴らし台から辺りを見回してモンスターの巣の入り口を見つけた。だから同じように見渡せば。あれだ、きっとあそこだよ。谷の方が。くそ、急ごう。この辺か。ああ、イーサン、どこだ。イーサン、
今助けてやるからな。いや、ちょっと待て。イーサン、平気か？心配いらないからな。待ってろよ。ダメ！絶対来ないで！恐怖が溢れ出してる。近づけば私も。ダメだ。俺たちじゃ重すぎる。私が行く。本気か？前を教えたビレーのやり方は覚えてるか？よし、頼む。平気？うん、平気。本当？不安そうだけど。全然。よし、そういうことなら信じよう。なあ、こっちを見てくれないか。これからこのロープを君に巻く。ゲイブにもつながってるやつだ。あの切り株を支点にして体を支える。いい？分かった。よし、さすがアレックスだ。それと覚えておいて、ゆっくり進むのが成功への近道だ。頼んだよ。任せて。待ってて、今助けてあげる。いい感じだぞ。来ないで、危ないよ。大丈夫、心配しないで。でも私を持ってくれてるから。でもこの場所から出たりしたら絶対に落ちないから。そうじゃない。そうじゃないってどういうこと？落ち着かせないと。早く向こうに戻ろう。ここはできないよ。あいつに見つかりたくない。何に見つかるの？どうせ分かんないよ。うん、分かんない。怖がってる理由を理解できれば説得できるかもしれないけど、そうするには
この子の感情に触れるしか方法が。ああ、もう、なんでこんなことに。大丈夫。やってみせる。やだやだ、何これ。できたのに、一つも役に立たないなんて。やっぱり感情だけじゃなくて世界の見え方まで共有してるんだ。モンスターを退治するつもりだったのに、僕の方がやられそう。漫画のヒーローなら。でも漫画と現実は違う。そうか、落ちるのが怖いんじゃない。この子が本当に怖がってるのは。絶対に嫌だ、見つかりたくない。そんなはずないのに。ああ、もう本当にいるみたい。私も分かったよ。あそこにモンスターがいる。マジで怖いよね。でも平気。私ね、透明だから。十日の腕は知ってるでしょ。本当にあったんだ。モンスターだっているし、これだって本当だよ。ほら、手を握って。これなら見つからないでしょ。しっかり握ってね。下を見ちゃダメだよ。私もだよ。一緒に頑張ろう。一歩ずつゆっくりね。この木折れない。わからないけど、折れたとしてもイーサンのことだけは話さないよ。いいぞ、あと少し。よし、もう大丈夫だ。
フフフフ。